多くの武将たちが勢力争いを繰り広げた戦国時代、あまたの強豪が揃う時代にあって、初めて天下統一を宣言したと言われる織田信長。革命的でかつ合理的な戦略によって上り詰めた彼が最も警戒した相手は誰だったのか。今回ご紹介するスレッドは、信長が最も恐れた男は誰なのか？果たして、スレ民たちは誰が最も信長を恐れさせたと結論付けるのでしょう。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。上杉謙信、謙虚、今川義元、斎藤義達、徳川家康。なんだかんだで海鮮国士のような気がする。俺も海鮮に一票。しまっちゃうおじさんみたいな脳内に存在するやつかもしれん。織田は徳川との同盟が生命線だったから徳川家康。信忠だよ。本願寺謙虚。明らかに勝頼だろ。初期は今川義元、武将では上杉謙信、寺院では本願寺、本当は徳川家康。家康はありえない。いつでも潰せたし。信玄じゃね？海鮮と信玄と謙信と佐久間信盛と秀吉。家臣じゃないか。最後にぬっ殺されたから明智。ノーマークだった明智光秀は気が小さいから最も安心してたやつ。伊賀忍者の頭領桃地丹波。桃地の手下に伊勢に潜入されて信を軍団が崩壊させられるのを恐れたから。今川義元じゃないかな。あの時点での織田家は明らかに雑魚。選べる手段も限られた中での今川軍との合戦は正気の沙汰じゃないわな。正気の沙汰じゃないといえば、天王寺の戦いでの光秀ら救援もかなりだな。兄弟も殺されてていい加減にくたばっちまえ、敵さんだったのかもしれん。武田信玄と朝倉義景。恐れたのは信玄だろうな。武田信玄だろ。あと、本願寺謙虚とか。武田信玄だろうな。病死した時は踊り上がって喜んだと思う。信玄恐れるくらいなら謙信の方が恐れてたでしょ。上杉謙信。4万の兵で討伐に向かったら希代の名将羽柴秀吉が真っ先に逃亡。慌てて柴田勝家も織田信長も逃げ出した。謙信にも信玄にも贈り物をして下手に出てたけど降伏する気は毛頭もなかっただろうね。この二人の英傑が信長との対峙直前に死去したこともそうだし、桶狭間といい信長は天運に恵まれてる。逆じゃね？死にかけだったから信長と戦争した感の方が強い。謙信は脳卒中と言われてるし関東出兵か状況目的かわからないけど、出陣の準備してたから死期が近い自覚はなかったんじゃね？関東平定した後に上洛を考えていたのでは？という説もあるけど、まず小田原落として北条を続滅させない限り無理だわな。あちこち出兵した割には、領国や属国として安定支配できた土地は大して広がってないのが謙信クオリティ。合戦の強さでは怖いのは謙信だろうけど、現実問題を脅かされたのは信玄じゃないかな？徳川が蹴散らされて詰む寸前。武田信玄だろ、あいつが本気で攻め上がれば終わってた可能性が高い。上杉謙信もだがあいつは防げた可能性の方が高そう。荒れ果てた京都を復興させて機内統一するまでの間だろうな。武田信玄上杉謙信あたりかやはり。七尾城の五詰めに派遣した面々を見ればわかるでしょ。謙信にはマジでビビってたと思う。上杉家とか謙信だけの雑魚ですわ。謙信と敵対した頃って信長も足元固まってるからな。そうそう。だからやっぱり恐れたっていうか死を覚悟したのは今川義元の時くらいじゃないかな。そっか、なぜか義元頭から抜け落ちちゃってた。義元だろうね。斎藤道三、今川義元、武田信玄、上杉謙信あとは怖いものなしか。そもそも上杉は武田や北条と比べると少し家としての怖さが落ちる。これが北条中ってやつか？関東での落ちぼ拾いさえ満足にできなかった家にまで脅威って言い出したら、脅威じゃない家なんかなくなるだろ。それこそ欧州筆頭、とか四国の覇者、とか南九州最強とか。それで上杉さんは満足に領土拡大できてるんですかね？北条って連年謙信が出兵してくるのをわかってて、何も対抗策を取らずにただ引きこもる。で、謙信が引き上げるとまた懲りずに協約しだすってイメージだな。信玄と組んで謙信に当たったというのに、川中島とか優子は憂鬱だので二人しか脚光を浴びず氏康の影が薄いのはかわいそう。そりゃ仕方ない。長尾や武田を社長としたら、ご北条なんて商店会の世話役でしかない。社長が信頼張って勝負してるところに参加できるはずがない。これが上杉中ってやつか？上杉は社長じゃなくて山賊だろ。関東は取れましたか？関東は自称関東管領の北条が居座ってたの知らない？
謙信が来ると逃げてたけど、関東に領土拡大の意欲あっても国家制度が古すぎたり、単純に実力なくて維持できないから、最終的にランドリ目当ての山賊対象になり果てただけだよね。何が社長だよ。まあ謙信は戦強いからまだいいよ。謙信死後の体たらくなんなのよ。というか上杉が優勢だった戦いって、関東の諸国人衆が味方についてた永禄3年の小田原城の戦いぐらいで、それ以降は関東の黒人衆からの支持を失って、上杉方の北条も寝返られて、北条武田連合に負け続けてるじゃん。上杉家は怖くないわ。武田、今川のどちらがデイフエー。今川はともかく武田なんて先代の頃は国力ないわ、内乱しまくりだわで、雑魚以外の何者でもないが。まあ桶狭間に関しては負ければゲームオーバーだし、信長にとっては唯一自勢力以上の相手との戦いだから、議論からは外した方がいいのでは？ここでのテーマは基本的には天下握ってからの信長が一番恐れた敵ってことでしょ？実際信長って武田や上杉のことどのくらいわかっていたのだろう？東北とか関東にも旅行で行ったこともないんだろうし。信玄はともかく、謙信に対してはご機嫌伺いの書状や贈り物が複数現存しているので、間違いなく恐れていたことは伺える。仮に手取り川の戦いがなかったとしても、七尾城落城後に織田が支配した加賀南部を放棄して全軍越前に撤退し、空になった加賀最南端の城大正寺城を一向一揆軍が占拠した記録が残る。ちなみに石川県南部と福井県北部では、加賀と越前国境まで来ていた信長が美濃方面に命からがら逃亡したとの逸話が残ってるな。これは武田信玄じゃないの。三方ヶ原の後でも言い訳の使者を送ってたもんな。鉄砲を買い込める国に生まれたことと、近隣の強敵が病没していったのは完全に天運を味方にしてた。この辺りから本能寺までのターニングポイントなければ、江戸幕府設立までの日本史がかなり変わってたと思う。本願寺兼魚じゃないかな。後半は他の戦国武将は相手にならないと思っていたはず。毛利輝元だと思う。実際、長期にわたって激戦を繰り広げたのは毛利が群を抜いている。家来に希代の名将橋場秀吉がいなかったら、織田も毛利に押されていたと思う。毛利はないわ。あんなの時間だけ与えて橋場に任せてたら一進一退こそあれ。どうにでもなる類の舐められてる典型。対して兼魚には最前線で自分が指揮取ってるし、上杉には毛利と同じ方法取ったら自分が敗走して以来目にあったんだから。この二つは毛利より明らかに強い。毛利輝元が石山本願寺と10年戦いながら武田や上杉ともしのぎ合うなんて不可能。自慢の水軍も本願寺が集めた勢力いないと高性能な鉄鋼船を作られて、壊滅させられる有様、元成でも無理だわ。元成にかかれば、どいつもこいつも終わる。秀吉が攻め込んだ相手が元成なら、攻めてる最中に、主君信長から、援軍として来た将に、謀反人として斬首される。もし、仮に信長本人が来たとしたら、なぜだか信忠が反乱を起こす。毛利元就にかかれば、みんなそうなる。そうでなきゃ大内、尼子なんて頭がおかしいレベルの強国が滅びるわけがない。無理、大内や尼子ってのはあくまで戦国前期に価格に比例した軍事力があったというだけ。中期以降は、没落した長宗我部が四国を制圧したり、大友に迫る大名が九州に二つ現れたし、今川が織田に負けるなんて考えられなかったし、武田があんなに大国になるなんて思われてなかったし、上杉謙信の到来など誰も予想してなかったし、そういう時代に即した家が力つけていく中で、大内や尼子はついていけなかったので毛利に火事場泥棒されたに過ぎない。そんな大内や尼子は山内上杉や一条や六角と何も変わらないよ。元成こそ課題評価の象徴みたいな人。尼子は織田程度の価格でしかも没落して復活してるだろ。信長が一番苦心した敵は本願寺と西賀。謙信と信玄に至っては勝ち逃げされてんだろ。この上記二つ無視して他のを挙げる奴は間違いなく作為的な何らかの中だわ。恐れた男だぞ。戦において信長の一番すごいとこは、勝てない時にはリスク最小限にして待ってひたすらチャンスを逃がさないとこだと思う。正直信長の戦は成功法ばかりであまり上手いとは言えないし、斎藤にも上杉にも浅井にも本願寺にも大事なとこで負けが多いが、しっかり干渉策を怠らないから生き残る。鉄砲にせよ鉄鋼船にせよ、自分を欠点を分かってるからこその使い方。そこが魅力的な大名だと思うんだけどね。戦った場所の総国高の合計だけ出して最強とか言ってる織田中は、むしろ理解が足りないんじゃないかと思う。
結果抜きに怖かった相手は今川と武田だよ。終わり近辺でその二つが先代からずっと一番強い国だったんだから目の上のコブだった。信秀は今川の大軍から防衛したことが一度あるが、信長は国内情勢もありそこまでの自信はまだなかった時期。武田や謙信時代の上杉はもう論外。家康に援軍を送る時すら、信長は佐久間と平手に真面目に戦うなと言ってる。別に誰相手でも厄介だなんて気だとは思っても、恐れてはいないんじゃなかろうか。恐れるくらいなら桶狭間の時点で降伏してそう。わかってないな。桶狭間の時は命かけられても、そこから天下を目の前にして欲を書いていけば人は変わってくる。命も惜しくなるし、人一倍用心深くもなる。庶民が金持ちになって変わるのと一緒。庶民ならそうだろうが、士族は庶民と違う。手かかりに人が変わるとしても、天下目前の状態で一体どこの誰を恐れるって言うんだと。誰と戦うにせよ、もう部下に全部任せりゃよくて、どこを敵にして何回か邸宅負けようとも後方から、圧倒的な兵力をどかどか送ってやよい立場で、誰も恐れる必要なんかないでそ。信長が恐れたのは後世の歴史家さ。冗談はさておき、信長が生涯恐れてきた相手は身内かも。暴殺という非常手段を使った相手は弟信行だし、本能寺の変で最初、嫡子の豚田の謀反を疑ったみたいな話三河物語もある。上に立つ者にとって有能な息子ほど恐ろしいものはないよ。無能でも家が滅びるから問題あるよな。家康が幸運だったのは秀忠が武官としては大したことないが文官としては優秀だったこと。信長は敵より味方の裏切りを恐れていたと思う。多分信長が一番恐れていたのは千利休だと思う。乱丸。都議の最中は信長が赤ちゃん言葉で乱丸に甘えて、40過ぎたヒゲのダンディ親父が興奮しながらクーンクーン言ってたかもね。周りが怖いから周りを全て征服しようとするんだよ。信長は周り全部が怖いんだよ。いかがでしたでしょうか？ドラマチックな展開で、一気にスターダムへと上り詰めたイメージのある信長。やたらと強いというイメージを持っておられる方も多いかもしれませんね。〇〇が恐れたというと、少し大げさな印象もあるかもしれませんが、あなたから見て、信長が最も恐れたのは誰だと思われますか？今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。